ロックミュージアムショップからご紹介しますのは本棚劇場スティックチーズケーキでございます。でこの商品なんですけれども、まあ、一見こういう黒い筒になってて、まあ、中にチーズケーキが入っている形になっているんですが、当館のこれ4階と5階にございます本棚劇場、エディットタウンの中の本棚劇場というのを、まあ、ビジュアルのコンセプトにしてまして、中を開けますと中にですね、この360度描いたような本棚劇場の写真が使われてまして、非常にビジュアル的にもお土産にふさわしい内容になっております、はい、でこちらとは別にですね、クランチチョコですね、こちらも、お土産として非常に人気がございます。非常にこの特徴的な缶の形を再現して、まあ、中がなくなった後にも、まあ、お土産というか思い出の中でも、あこういった缶だったなと非常にこう思い出せるような箱の作りになってまして、こちらもこちらもお客様非常に人気を博している商品ですので、はい、ぜひご購入いただけますと幸いでございます。この缶自体のコンセプトが、武蔵野を、まあ、皆様にご紹介するという形になっておりますので、そのコンセプトに合わせた商品展開を、こちらの店内で行っております。まあ、具体的には例えばこういった食材類であるとか食品類というところは武蔵野 の各名店さんが作られた商品であるとか、まあ、そちらの素材を生かした商品というところを中心に展開しておりますし、こういった形でドリンク類とかもですね、非常に武蔵野地元の食材を使ったものでお客様にご好評いただいているような商品が並んでいます。であとはですね、こちらの缶自体が非常に個性的な形をしている缶ですので、そちらの缶の、まあ、S 型を使ったような商品っていうところを、まあ、展開を中心にやっておりまして、基本的には、まあ、缶の、まあ、誘導というか、お客様をここを見て缶でどういうことをやってるかっていうのが分かるので、そこから各展示会にも行けますし、逆に各展示会を見られたお客様がその思い出作りでここに来て商品を買っていくというようなコンセプトで運営をさせています。こちらが当店武蔵野樹林カフェでおすすめの狭山茶を使った狭山茶肉まんと、桜タウンなんで桜色になった、桜あんまんでございます。ですね、こちらの狭山茶肉まんは、この外側の皮の部分に狭山茶が練り込んでまして、中側の肉の部分に、もですね、狭山茶のほうじ茶が練り込まれています。非常に狭山茶の香りが味わえる、肉まんになっております。で、桜あんまんの方はですね、中身のあんの部分に桜の花びらが練り込まれてまして、こちらもその食感が、味わえる、お菓子感覚で、食べられる、一品になっております。こちらが、所沢大麦を使って所沢で醸造した野郎ゴールデンになります。こちらがいわゆるペールエールといわれる種類で、華やかな香りのビールになっております。こちらが、雑木林から生まれた里山の香りのヤローブラウニーになります。こちら黒ビールみたいな色なんですけども、味が濃くてでもすっきりと飲みやすい感じのビールになってます。桜タウンでお飲みいただく場合には、プラカップで提供させていただいてますし、店内デッキ上でお飲みになる場合には、グラスでも提供させていただいております。武蔵野樹林カフェは、地元のまちづくり会社一般社団法人まちづくり所沢が運営しております。地元の特産品を使ったカフェと地元の特産品がお買い求めいただけるショップになっております。こちらの当社武蔵野にます麗しき大和の宮代の御朱印帳になります。オリジナルのものでございます。こちらの木で作られておりまして、なかなか布であるとか、ビニール的なものであるとかっていうのはあるんですけれども、木の御朱印帳というのはなかなかなくて、当社オリジナルで非常に人気のあるものでございます。こちら御神門、法王の御神門がついております。角川 のシンボルマークが鳳凰ということで、当社の御神門も鳳凰でございます。男女のご縁に始まって、人と人、
人と土地、人と物、人とことといったいろんなご縁がつながるようにという願いが込められまして作られた神紋でございます。先ほどもご朱印帳について説明をさせていただきましたけれども、当社ではご朱印帳以外にもお守りも揃えてございまして、その中のこちらが締め切り守りでございます。色がですね各種ありまして、こちらの方は締め切り守りは3色ございます。こちらの方は綾波という名前で、まあ、ブルーなんですけれども日本の古い伝統的な色の名前で呼んでおります。また赤色を周防という名前で呼んでおりまして、もう一つは白金ということでシルバーなんですけれども、こちらの3色がございます。物事がつつがなく進行するようにということで、特に角川の神社ということで、まあ、出版関係の方に向けてなんですけれども、入稿のお供にいかがですか的な、ツイッターでつぶやきましたら、これは非常に反響を呼びまして、いわゆるバズるというやつでしょうかね、最終的に2万いいね 1.7 万リツイートという反応がありまして、瞬間的に日本で9番目にリツイートされているということでトレンド入りもいたしましてですね、非常に話題になったお守りでございます。またそういったマスコミ関係、執筆関係に関わらず、やはりいろんな仕事は全て締め切りがあるということで、非常に皆さん、受けていただく機会が多いものでございます。またこのタイムリミットと書いてあったり、締め締め締めって書いてあってですね、非常にデザインも普通通常のお守りではないような、斬新なデザインということで、非常に皆さん、受けていただいています。こちら交通安全の守りです。こちら非常に人気のある紫色なんですけれども、それ以外に青色、白、黄色、そして桜色とあと緑になります。の6色になりまして、その中でもやはりこの紫は高貴な色でもあるし、この当社のキーカラーでもあるということで非常に受けております。埼玉県はですね、車の自家用車の普及台数で愛知県に続いて日本で第2位ということで、非常に車社会となっていることもあって、ここ所沢市にこの神社もあるということで、非常に受けていただく方多いです。かなり人気がありまして、また当社ではですね、交通安全のご祈祷とかもやっておりまして、ただ車をなかなかここまで持ち込むことはできないので、皆さん交通安全のご祈祷、車のお祓いをされる方はですね、車検証とですねキーを持ってきていただいて、ご神前に、はい、捧げて、お祓いしてということをやっておりますので、ぜひこちらの方も合わせておいでいただければと思います。はい、当社の武蔵野にます麗しき大和の宮代、通称武蔵野令和神社と言われておりまして、桜タウン全体、そして角川武蔵野ミュージアムのデザイン監修をされております、熊健吾さんのデザインとなっております。見ていただければ分かるようにですね、神社の伝統建築を、踏襲した上で非常にモダンな新しい形をとっております。そしてまたこの天井画ですけれども、これはファイナルファンタジーのキャラクターデザインで世界的に人気のありますアーティストの天野義孝さんに描いていただいております。こういったですね、日本を代表する文化人クリエイターの方たちの祈りが込められた神社でございます。ぜひ皆さんご参拝いただければと思います。